釣れました。脂身を巻いて脂身のベトベトさで来てるんでしょうかね。1締めです。さっきと違って次は赤に来ました。やっぱりこの脂身効果でしょうかね。3匹目来ました。ちょっと可愛らしいサイズですけども、痛い痛いです。立ってないですが、ね、今日は3匹ですね。1時間弱で釣れました。うわ、また大きくなってきてくれることを願って逃がします。さようなら。待つ、あれ、まだいる。おいよいしょ、まだね。はい、釣り場を汚してしまったので海水を汲んでもらって網エビとかが散らかっているのでそれを流してあげてください。匂いとかになっちゃうんでね。